にちは、こんばんは、ゲームドーナでいこうです。せっかくクラブ行って先生ナイさん、ゲームミッドアワーを始めていきましょう。今回はジャパンカップ2回戦 M2 2位のアスカディアナーです。 M2 2位、昨年が6位ですね。センスデータ見ていきましょう。やっぱりそんなに強くないかな。ここで S があるのは D ディフェンダーウルシザキ、となっております。 A もそんなにないですね。ただ油断は禁物です。しっかり2回戦突破していきましょう。結構いいな、妖怪は結構いい選手ですね。65%、圧倒的な勝率ですね。まずキャットピア球技場、ここを見よ、きつい取られてしまった。そこなのピンチ、なんかクリア、またピンチは続く。欲しいな気がなってきた。状況試合で危なかったですね。落ち着いてバックパス、ヒラリーに横なのか、右に外れてしまった。このゲームは中段の負荷が大きいですね。ミッドフィルダーをいかにいい選手取るかがポイント。さあ美穂、緑にパス、ここにエリカに渡って選手権決めてほしかった。引き続きコーナーキックでチャンスとなります。結構決まるんですよね、コーナーキック入った。最後先制です。ラーカリバーズ先制しました。ミッドオリバー蹴ってそこをサヨが蹴ってきます。手は取れる人が多いですね。アシスフォワードもアシストできます。こういうパターンもある。やっぱりなかなか簡単には勝たせてくれないですね。今アスカディアの方が疲れてるが、あ、やばいやばいやばい、コーナーキックになったぞ。危ない、おお、わ、敵のプレスが本当にすごい。ちょっとパスで乱したいところ。あった、しっかり決めてくれ、やってました。前半終了直前、井上君とフラーカリバーズ2対0。
点で1点で不明ですね。首位そう1歳点ということで、利益のみですね。変える必要がない。あ、これ変えてないか。危ない。うわ、やばい、見てやめた。危ない。さ、やっぱり中盤がみんな疲れてますよね。ここで大事なのは中盤の。ここで交代枠を使い切りました。一気に前に出した。パスが通っていたらインコンプリート。決められてしまった。決められてしまいました。動いてるのは堀内が一人で決めてしまっている。交代です。早く追加点を取りたい。何も入らず追加点を。ここでやっぱりパスを取られて攻め返されるっていうのが多いですよね。その高く道だね。これは遥が冷静に取りました。とにかくチャージが激しいんです。相手のこちらボールスローインです。疲れてるのでチャージを通しは失われていない。どんだけの精神力なんだ。スカリアの精神力恐ろしいですね。どうですかね。てておかしくないはず。そこをつけばチャンスなんですが、これは積極的に攻めるチャンスですよね。でも相手方の守備には対応できないはず。コーナーキックになります。さあ追加点。今度はスローイン。チャンスは一応チャンスは続きますが、ヒラリーが上げた。だがわずかに届かない。また上げていった。さあまだか。これはファウルですね。さあフリーキックのチャンス、もうほとんど時間がない。最後決めた。2点差。はいはい、この段階が大きいですね。緑が蹴る。カネス、ナドカ、アヤカが決めました。
嫌なムードになった。ゆういちは一人で決めちゃいますからね。これは予想外すぎた。ボール支配率はこちらの方が高いんですね。まあ、すぐに取られるので相手の方が高いという印象がありましたが、まあ、アスカディアナは結構やっぱり強いチームですね。点差こそ2点差ですが、かなりヒヤヒヤ進められました。7コーツのマーク。2回戦突破でこれで準々決勝に上がってきましたね。武蔵野方熱がこれは強い。しっかり勝たなければなりません。これ勝ったら明総連那覇と筑波大川の勝者、これも強いですね。まあ最もここで時点で勝ち上がっているのは 全チーム M1 ですからね。リーガハもすごい強力なチームが残ってますね。で見事アスカディアナを下しまして、2回ジャパンカップ2回戦突破、準々決勝3回戦へ進出です。この調子でリーグ戦優勝をもぎ取っちゃいましょう。ということで勢いに乗るクラークリバーズ、今後も応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。で今まで、遊んだ動画集3年以上遊びましたかね。このゲームではプレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。こちらもぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連の動画プレイリスト表示されます。もしありましたら見ていただければ嬉しく思います。サッカークラブ育成士シミュレーションカルチョビット青をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。